こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、HTML と CSS を勉強している方向けに、無料の、使いやすいテキストエディターですね、Atom というのを紹介していこうと思います。あとは使い方だとか、日本語化もうちょっとやってみようと思いますので、勉強に使いやすいテキストエディターなので、ぜひ入れてみてください。はい、今回のこの Atom さんというテキストツールは、こんなサイトになっております。これ、リンク貼っておきますね。で、これ多分、入ったら、もう勝手に Mac 用になってると思いますので、これクリックしてダウンロードしますと。まあ、すごく有名な会社さんが作られているテキストエディターで、かなり多くの方が使われていると思うので、その辺の実績もあるかなと思いますと。で、ダウンロードできたものをダブルクリックして、開いていくと、パソコンにアプリを入れてくださいという画面が続いていくと思いますので、その手順に従ってください。これちょっと時期とかによって変わってきているので、今回は動画カットしました。で、無事に入るとですね、こういうふうに、Atom っていう、テキストエディターの画面が立ち上がりますので、最初の段階だとこれちょっと英語になってるので、これを日本語化しておこうと思います。ヘルプから、ウェルカムガイドっていうのをクリックしてもらって、で、インストールアパッケージですね、これをクリックして、オープンインストーラーを押して、で、ここのサーチパッケージズに、ジャパニーズと入れてみてください。はい、そうするとですね、こちらのジャパニーズメニューというのが、これ以前から有志で作っていただいているこの日本語化の、キットになるんですけども、めちゃめちゃありがたいですよね。これ無料で使わせてもらえるので、これをインストール、押すとここが動いていきまして、これが、終わるまでちょっと待ってみてください。まあ英語で使っていくのも全然ありだと思いますし、ちょっとコンピューター系の単語に慣れていくという意味ではすごくいいかなと思いますが、ちょっとやっぱり苦手だなということであれば、これを入れてみてください。で、入れるとですね、このすべてのメニューが基本的に日本語に変わりますので、この状態で使っていってもらえばいいかなと思います。はい、でですね、動画の下にリンク貼っておこうと思いますが、Atom で検索すると、このサイトが出てきまして、これ多分アクセスすると勝手に、Windows であれば Windows 用がダウンロードできるようになっていると思います。で、このダウンロードを押していただくと、こういうふうにダウンロードが始まって、終わりましたら、これをクリックして、開いてみてください。で、ちょっとこの後の流れに関しては、そのパソコンだとか、あとは、配布、ダウンロードする時期によっても、画面っていうのは結構ガラリと変わってしまうので、一回カットして、Atom を導入できた後の流れに、ちょっとやっていこうと思います。はい。で、こんな画面が立ち上がってきたら導入に成功になるので、ここはですね、まあ、エラーデータとかを、Atom の会社側に送っていいですかっていうものになるので、良ければ Yes、ダメであれば No と押してあげてください。で、これで使えるようになりましたと。で、ちょっとこれ、今自分の方日本語入っちゃってるんですけども、おそらく最初は英語になってると思うので、このヘルプっていうところから、ウェルカムガイドっていうアルファベットであると思うので、それクリックしていただいて、で、このインストーラーパッケージっていうのを押してもらって、で、このオープンインストーラーを押していただいて、で、ここでですね、ジャパニーズとちょっと打ってみてください。そうするとですね、ここにジャパニーズメニューっていうのが出てくると思います。これ昔から作っていただいてるすごい便利なもので、この Atom っていうのは英語で基本作られてるんですけど、それを日本語化するツールになります。で、ここのインストールボタンがあると思うので、それをクリックしてちょっと待ってあげてください。で、インストールが終わると、ここが全部日本語に変わるかなと思いますので、これで Atom の日本語化が完了になります。英語で使える場合は、英語で使っちゃった方が、まあ、言葉にも慣れますし、いいかなと思いますが、ちょっとこういう単語は分からなくて、勉強がはかどらないとかもったいないと思いますので、そういう場合は、ぜひ日本語化にしてみてください。